の？怒らせたような、そうじゃないような。事情がありそうね。ほらほら、遠慮しないで話してみなさいって。うん、実は。ああ、本当にマナと契約しようとしてる。ベイン君の言った通りだね。ほほう、これは我々も協力しないわけにはいくまい。あの、でも怒られるから。協力すると怒られるんですか？うん、前にそれで。難しいわね。複雑な男心というやつだな。それじゃどうする？ほっとく？ほっといてもロクシス先輩一人で契約できるとは思いませんし。あんた何気にきついわね。とりあえずベイン君はもう一度お話ししてみた方がいいんじゃない？そうだね、謝らないといけないし。私たちはマナの方に話を聞いてみます。ベイン君頑張ってね。なんじゃ、またあやつの仲間か。はい、あの、どうせ契約がどうこういう話であろ。まったくしつこいの。別にいいじゃない、減るもんじゃなし。そうは言ってもの、あやつをからかうのが今のわらわの楽しみじゃし。ああ、その気持ちはよくわかる。だが物は考えようだ。契約すれば毎日好きな時にからかうこともできるぞ。おお、それも一理あるの。それじゃあ。待て待て、せっかくじゃし最後にもう一つ。また君か。待ってよ、探してたんだ。この間のことを謝ろうと。謝る？なぜだ？なんでって、怒ってたから。それだけか。怒らせた理由もわからずただ謝るのか？だって心当たりがないし。私はそもそもお前の全てが嫌いなんだ。そんな。優秀な錬金術師の子に生まれ、その才能を受け継ぎ、苦労もなくこの学園に入り、妬まれて恨まれて当然だろう。そんなこと言ったらロクシスだって名門の錬金術師の一族だって。私？そうだな、確かに名家だ。過去には優れた錬金術師を何十人も輩出した。だがここ100年はまともな錬金術師は一人として生まれていない。たった一人の跡取り息子もマナとすら契約を結べない半端者だ。学園に入るにも何度も受験でつまずくような落ちこぼれだ。分かっただろう、もうこれ以上つきまとうな。待って、僕もロクシスのこと知らなかったけど、ロクシスも僕のこと誤解してる。誤解？僕は父さんの顔だって知らないし、話したことだってない。この学園に来る前は得体の知れない子だって周りの人からも嫌われてた。何年も山奥でひっそり暮らしてたんだ、サルファと二人で。それでも君にはマナと才能がある。周りから過剰な期待をされることもないだろう。ロクシスには家族がいて帰る家があるじゃないか。なのにそんな。だが。ああ、やっと見つけた。
びっくりした。その非常識な登場はやめてくれ。そんなに驚かなくても。それよりロクシス君を呼びに来たのよ。私を？マナが契約してくれるって。早くしないと気が変わっちゃうかも。本当か？すぐに行く。でもね、条件が…って…言っちゃった。よくあのマナが契約してくれる気になったね。それがね…そうだ、ベイン君も行かなきゃダメなのよ。僕も？ほらほら、急いで急いで。私と契約、本当に、言えた。慌ておって、かわいいの。お友達も来たようじゃな。さて、それでは見せてもらおうかの。見せる？何を？なんじゃ、聞いておらんのか？いきなり走り出しちゃうんですもの、ロクシス君の慌てんぼ。それで一体何を見せろと？簡単なことじゃ。そこのお友達と仲良しさんになれば契約してやろう。そうじゃな、差し当たり笑顔で握手でもしてもらおうかの。ノック。はい？いやいや握手するのではなく、満面の笑みを浮かべてじゃぞ。他のことでは？ダメじゃ、譲れんの。考える時間をくれ。よいよい、存分に迷うがよい。長いこと悩んでますね。迷い苦しむ顔もよいが、さすがに見飽きてきたの。そろそろ帰るか。待ってくれ。ねえ、ベイ。あ、はい。手を出せ。ロクシス、目が怖いよ。何も言うな。早く。これでいいんだな。待て、そうだったかの。おい。冗談じゃ。これ、思考よるがいい。じゃ良さそうじゃね。しばしよろしく頼むぞ。おめでとう、ロクシス君。これで貴様も一人前の男だな。おめでとう。ああ、ありがとう。おお、言い忘れるところじゃった。おぬしとその男は仲良しさんになったんじゃ。だから喧嘩はいかんぞ。仲違いするようなことがあればすぐにでも出ていくからの。何それは。ロクシス、メイン、改めてよろしく。いや、私はだな。もちろんこちらこそ。よかったわね、すっかり仲良しさんみたい。微妙なとこだけどね。
マナーなかなかいい性格をしている。これからが楽しみだ。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。